広島カープ塾始めます。今日弟子2の方と一緒にサードコーチになりました小久保哲也さん。はい、弟子2番でございます。それではですね、小久保哲也選手の略歴を申し上げたいと思います。今日はコーチということなんで、現役引退後です。ロッテが終わった時ですね、はい、2021年10月29日、に現役引退をロッテでされましたと。そしてですね、すぐ2021年11月11日、広島東洋カープで一軍内野守備走塁コーチに就任することが発表され、これ笹岡監督の時ですけども、そこから、はい、今年は三塁コーチということだったんですかね。それでは、塾長お願いいたします。はい。私は、やっぱり小久保コーチが一塁コーチはちょっと難しかったんだろうなと。盗塁したことがないコーチなんですよ、ね。そうですね。小柄な内野手ですけど、で、右手いかにも足が速そうな雰囲気はするんですけど、あちこち守れるんで。走塁、盗塁はしてないんですよね。そうなんですね。足はあるんでしょうけど、はい、盗塁もしていないんですよ。ですね、はい。で、これはまあ、盗塁してないというよりかは、赤松コーチがいますので、うん。盗塁をしてない小久保コーチを一塁にする、はい、っていうと、その一塁ランナーに対してスタートの切り方は結局、まあ、新井監督から見ても指示できてなかったんだろうなと、はい、ああ、そうでしょうね。まあ、赤松さんがいたらやっぱりなかなか出しづらいと思います。そうですよね、はい、そうですよね、まあ、特に良くないなと思うのは、一度その、まあ、牽制士とかの走塁士ですね、はい、牽制塔で、はい、まあ、盗塁失敗の方ではなくて、スタート切る前のアウトとか、はい、まあ、当然飛び出しのアウトがあった後に、はい、カープ、まあ、笹岡監督時代に、まあ、小久保コーチが一塁の時なんかだと、全員ですね、リードがめちゃ狭いんですよね。もうピッチャーにプレッシャーかけるというか、もう、あ、走らないよね。あ、怖いんでしょうね、牽制アウトが。っていうリードに。なるほど。その傾向ありましたね。出るんですよ、現実に、はい。これは当然、まあ、選手の方が萎縮するのはあるんですが、コーチがそれを取り払えなかったんですね、国防コーチ。そうでしたね。その通りですね。で、まあ、当然赤松コーチを、まあ、当然2軍からね、1軍にありえ、まあ、福地コーチが入ったので、まあ、足のことについてはどちらかが一軍早いコーチが入ったときに、まずは、ホームに帰ってくるためにサード赤松、はい、ファースト国語のままを考えたんですが、はい、新井監督もう一度練り直したときに、はい、いや、これ国語の方は、まあ、回す方がいいだろう、あの時にして、 そうですね、この判断ができなかった操作ではないんですよね。はい、そうですね。で、赤松の方がどちらかというとボーンヘッドみたいな牽制士をされてでもリードが変えなかった選手なんですね。あ、そうですね、はい、そうですね。ってことは、赤松の方が今回は失敗してもどんどん前に走りなさいなんですね、新井監督。盗塁前からもスタートを切りなさいっていう、今年は野球をしますし、私もそういう意図ですっていう時に、はい、逆なんだったんですよね。なるほどね。まずこれです、まあ、国語をサードにしてやってみたら、はい、やっぱ国防的確なんですよね。はい、ほぼ、まあ、完全なベース1、うん、2メートル手前アウトの、判断ミスないんですよね。ああ、
なるほどね。あと、まあ、走者が、なんとかな、回って、足を痛めるようなストップも勝ててないんですよ。なるほど。ちょっと、なんでいいってことですかね、安全に見えてて、はい、まあ、結構ギリギリなタイミングも回してますよね。ああ、そうですね。結構、ホームギリギリなセーフも多いですので、はい、まあ、クロスプレーディングの時には回してるんですよね。ここの判断はやっぱり小久保走塁センスは持ってたのかなと、外野の守備位置と、まあ、打球判断と、そう、まあ、走者の能力。なんかこう、小久保選手って、何ですかね、身体能力というよりも、そもそもそうじゃない野球センスがいい感じはしますね。そうですよ、ね。どうですかね。それはあったと思います。まあ、それはやっぱり PL から青学、はい、まあ、特に、国母、ね、大英ソフトバンクにいた国母、まあ、はい、あと、井口監督のところで、青学なんですよね、国母。なるほど。やっぱり、いい選手のプレーとかみたいに名門出てる人とは違うということですか。そうなんですよね。名門になってった青学に入りましたので。ということですね。やっぱり、名門出てる人っていうのは、やっぱそういったところで有利なんですかね。どうですか。やはり、そういう選手が集まってるってことは、はい、意識が高いでしょ。一つずつのプレーが。そうですよね。特に、まあ、試合に出る人たちになれば、うん、まあ、そうは言っても、何人かは、まず、ほぼ社会人に行くプレーヤーが入ってくる。そうですね。その上で、プロに入れるかどうか、もしくは社会人からプロに入った人たちが、混じってくるわけの中で、揉まれてますので、やっぱちょっと違うと、そういう意味では。やっぱりその判断はあったんでしょうと。なるほどね。あとちょっと、まあ、なんて言いますかね、ちょっとやっぱり確実性というか、確実なプレーを各選手にやってほしいと思うがゆえに、一塁コーチだと、やっていいよっていうのを後押しできない。ミスをして落ち込んでベンチに帰ってくる姿を見ちゃうと、はい、ちょっと指示、あれだったかなと思って、本人も思ってしまっていたのかなと。だから、ヒントが、まあ、とにかくアウトになる、牽制アウトになると、まあ、狭いですよね、と。で、小園なんかはスタート切れてないですよね、盗塁に関しては。あ、そうでしたね。小園選手はちょっと盗塁、ちょっと課題がありますよね。ありましたよね。これをまずサードコーチに回したということと、はい、うん、ここまで判断ミスが少ないサードコーチも珍しいんですよね。そうですね。下手をすると、まあ、前任の申し訳ない広瀬コーチみたいに、全部各駅停車みたいに止めて安全なコーチがいるんですよ。ああ、そうですね。それも、ちょっと、ね、それはそれで問題ですよね。国防士一応回してますので、結構ギリギリなタイミングはみんな回せてますので、こう、監督の素晴らしさ、優秀さっていろんな切り口があると思うんですけども、その組織をどう作るか。まあ、コーチの監督、まあ、打順とか、まあ、ピッチングスタッフとか、そのピッチャー、投手陣とかですね、中継ぎ先発とかありますけど、どう首脳陣を作っていくかっていうのは、まあ、当然フロントがですね、この人コーチに入れるとかありますけど、細かいところはやっぱり監督に自主権っていうのはあると思うんですけど。あると思いますね。そこら辺やっぱ新井監督とか、まあ、このヘッドコーチ、ヘッドコーチ選んだのが、まあ、そもそも新井監督ですけども、やっぱ費用になるものがあると考えていいんですかね。やっぱ新井監督が重要視、まあ、毎回、ありますけれども、まずコミュニケーションから入ります。そうですね。はい、
その上で、まあ、選手、まあ、コーチの性格をつかんでるのかなと。ああ。で、その上で、ね、このコーチの長所は何だろうと。まあ、選手のところでもそうなんですけれども、長所はどこだろうと。はい。その時にそこを生かすポジションが、そこでいいのか悪いのかの判断だと思うんですね。はい、ああ、なるほど。なるほど。まあ、そこら辺がいいってことですか。塾長からすると。通常で言うと、赤松は一塁でも三塁でもどっちでもよかったんじゃないかな。そうですね。別に、うん。別に三塁だから悪いとは思わないですね。大丈夫だろうと。そうですね。はい。だけど、国語を見たときに、まあ、解説時代も見てみたときに、やっぱり一塁じゃない方がいいんだろうと。ああ、言えます。言えたんでしょうね、そこはね。そこが国母の長所を生かすのは、サードコーチだろうと。ああ、なるほど。なるほどね。ああ。その意味でやっぱり塾長からすると今回の夫人、首脳陣、一塁サードのマス、一塁コーチ、サードコーチ、サードが国防さんで、ファーストが、赤松と。これ結構今の全体選べるコーチから見たら結構ベストですか？ベスト、ベターにやってるんだと思います。あと、国防は内野守備教えてますけれども、はいはい、多分、取ることが心配ない人たちが、今、内野陣なんですね。ああ、そうですね。基本は。はい、まあ、ハーフバウンドの、今、ファームにいるマックグルーブのハーフバウンドはちょっと、まずいプレーもあるんですが、その他の内野陣って、基本、まあ、堂林のサードはないんで、堂林のファーストも含めたら、実はゴロを取ることに関しては、教えなくていいんですよ。ああ、そうですね。で、国母が安定してたのは早急なんですね。ああ、そうですね。なるほど、なるほど。ここを、まあ、デビッドソンを含めて、うん、より確実な早急をするように、今、守備コーチしてるのかな。ほぼカーブ悪送球ないんですよ。まあ特にランナーが二塁に行くような悪送球がないんですね。まあ、なくなったと、完全なくなったと思ったんですけど、すごい少なくなりましたね。そう思います、それは。はい、矢野の位置からの送球にしても、必ずその、まあ、必ず、なんていうかな、ちょっと、まあ確かに、難しい打球のケースであれば、はい、ファーストが1、2歩外れれば取れる範囲内に全員放ってるんですね。あ、そうですね。はい。おっしゃる通りですね。菊池もみんな含めて。これは多分国防コーチがそう、もう、取ることは問題がない内野陣だし、まあ自分が、はい、基本を教えとけば、まあ、要は確実に試合前の練習は下から上にボールを取るみたいな、そうもう一度思い起こせてあげればいい内野陣だけど、早急の部分は、やっぱりブレが必ず疲れてくると、いろんなコンディションの問題で投げれなくなってくる。まあ、田中みたいにサードやったり、ショートやったり。ポジションが変わると、ね、例えばニラさんのファースト、セカンドとかね。はい。そうですね。早急の問題は出てくると思うので、国語はこれ全部やってますので、ポジション別の早急を教えてるのかな。やっぱ現状の、やっぱり、首脳陣自体は本当最適で、1軍と2軍のこう分け方もすごく分かりやすいですね。自分の方は塾長おっしゃってるように、どっちかというとパ・リーグ経験者、打球団経験者を置きながら、一方で2軍の方は、まあ自分の弟も入れたりですね、割合純正カープで作ってますよね、2軍コーチの方は。そうですね、純正カープで、カープとはこういう野球をして、
こういうふうにやっていくのが、カープの基本ですと。あとは一軍になったら、いろんな戦術は、監督によって全員変わりますと。誰がやっても変わりますと。はい、でもカープの野球というのは、こういう野球です。こういうものをするもんです。まあ、ある意味の伝統みたいなことを教える場でもあるので。あまりこう、思い込んだり、こういうふうに決めつけてはいけないところもあるんですけども、荒井隆博選手だった頃のプレーとかですね、雰囲気からして、こういったところまで気が配れたり、頭が回るってイメージはなかったんですけど、非常に細やかで、なんていうんですかね、上手ですね。上手ですよ。思いのほかという感じはするんですけど。思いのほかよく見てる。まあ、ちょっとね、サードで4番とかね、ファースト4番っていうタイプの、はい、まあ、人事配置とか、はい、人への声かけ、まあ、ちょっと想像はつきませんけれども、まあ、やっぱり一番見てるのは長所をどう出す。でだから守備コーチの国防については、だから早急の部分ですよね、メインで、そうですね、で、サードコーチの部分では、基本的にまあ選手が怪我をしないように回すってことを、これが多分第一なんだろうな、そうですね、はい、まあ、結局それが勝利に近づく方法でもありますしね。なので無理な、なんすかな、回し方はしてないけれど、あまりにも安全安全みたいな、はい、コーチングもしてないみたいな。そうですよね。だから全く取り上げるほど何も目立たないんですよ。ああ、そうですね。はい。ミスもないし、かといってすごいことをしてるわけでもないけど、はい、でもカープの勝ちは貯金ありますので。そうですね。はい。わかりました。陸長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼します。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。